どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。よいしょ。ということで、今回ですね、私、宮崎県宮崎市にやってまいりました。今回ですね、こちらにある、後ろにあります、ドラゴンファイヤー高寿麺さんにやってまいりました。これ、もう、あれ、ドラゴンファイヤーってもう、何文字書体完全ドラゴンボールでしょ。店主絶対ドラゴンボール好きでしょ。あれ大丈夫なのあれ。はい、ということで今日ね、宮崎のソウルフードといえば辛麺なんですけども、こちらにですね、冷や汁っていうなんか魚とか、なんかすごいその冷やして食べるみたいな、それもなんか郷土料理がありまして、その宮崎県のソウルフード辛麺と冷や汁が融合した激辛料理を今日ね、堪能したいしていきたいと思います。今回も辛さレベルが選べまして、今回ねドラゴンファイヤーの、なんかね、赤唐辛子と青唐辛子をマッチさせたクロスファイヤーという激辛メニューを紹介させていただきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。元となるスープですか。そうですね、冷や汁のスープです。これは 何で出汁を足しているか。出汁はですね、こう魚、はい、魚と野菜だけです。野菜だけ、はい、あの動物性のもの一切入ってない。これ辛味噌です。辛味噌、はい。これは何ですか。翡翠麺っていう、あの翡翠麺、はい、翡翠麺っていう、あのほうれん草を練り込んだ麺になります。緑は青唐辛子。そうですね、はい。唐辛子をペーストにしたものか。これは青唐辛子をペーストした。わさびみたいですね。そうなんですよ。青唐辛子。いただきます。さあ、麹麺クロスファイヤーお手並み拝見ですよ。ということで、さあスープの方をごくりと飲んでいきましょう。いただきます。うん、魚の出汁が香ばしい。美味しいね。翡翠麺と言われる、これほうれん草でを、ね、練り込んだ麺になります。まあ、なんか中国では割とポピュラーな麺らしいんですけど、あまりね見ない麺ですよね。はい、どれがや青唐辛子ね。シシトウみたいですけど、これ青唐辛子です。うん、はい。クロスファイヤーの替え玉です。これやってないですけど。やってないです。やってないです。はい、ちょっと僕が美味しかったんで、ちょっと思わず替え玉しちゃいました。これが食べるラー油で、赤唐辛子のペースト、青唐辛子のペースト、辛味噌かな。そうですね、はい、すごい色してますね。クロスファイヤースペシャルの替え玉でございます。じゃあちょっと全部ねじ込んでいきたいと思います。唐辛子成分が濃厚。
石です。大麦入りって書いてますね。あ、本当だ、麦が入ってる大麦。はい、これでお湯飯していくと。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ドラゴンファイヤー高寿麺さんの高寿麺クロスファイヤー ×2、うん、クロスファイヤー2個入れた、はい、時の辛さレベルを発表していきましょう。辛さレベルジャラダダダジャン辛さレベル7です。7でございます。食べるラー油とか、青唐辛子をペースト状にしたもの、赤唐辛子をペースト状にしたもの、その他諸々いろいろな香辛料使ってるんでね、しっかりとパンチのある辛さありました。麺にはほうれん草をねじ込んである、そして魚の出汁ということで、こう体にもいいですからね。美味しかったということで、やっていきましたけども、本日も行きましょうか。お便りコーナーということで、よくわからないコメント来てるんで紹介したいと思います。ペンネームベニマルさん、ジョニーさん、これ本当に辛かったんですか？演技に見えたぞ。演技じゃないです、漢字が違います。2つ目、ペンネームめぐこさん、ジョニー、いい加減早く家に帰ってきなさい。おかんか。